サイスロー3台、あと GS1 台で、マダラオ高原、キャンピングパーク、ここで、キャンプをしてきます。現在9時27分、9時半集合なんで若干ちょっと遅れ気味なんですが、急いで、集合場所へ、向かいたいと思います。今朝の気温はさすがに、10度前後、下手すると10度下回ったような感じでした。非常に寒くてですね、毛布2枚と布団をかけて寝ておりました。マダロ高原も秋本番、上の方は紅葉終盤になると思うんですが、かなり夜は冷え込むと思いますので、心して、向かっております。この地方はもう秋というよりも一気にこれ、気温から言えば冬の気配、こんなような状況ですね。まだ里の紅葉は1ヶ月ほど先なんですけれども、多分その頃になると初雪が降ったりですね、そんなようなことで、非常にすでにもう寒いですね。現在走っている道路は国道117号線のバイパスなんですね。これがずっと現在途中から工事しておりまして、つながりますと長野市街地まで、多分快適に走れる道路になると思うんですが、もう何十年も工事をやっておりまして、少しずつ少しずつですね、こう進捗していくような、そんなような状況です。ちょっと時間が押してますんで、馴染みの喫茶店はスルーします。化石再生炉なんで、非常に後ろのトラクションがふわふわと甘いのを感じますね。それではマダラオ高原へ向けて出発しました。前輪のトラクションがやっぱり結構甘いですね。ちょっと前荷重で、行きます。
ヌキです。タヌキが、後ろの片足引きずりながら歩いていました。なんか怪我でもしたんでしょうかね。まあ自然の厳しさ大変です。マダラオ高原線、入っていきます。水が枯れてますね。大池という大沼でしょうかね、ため池なんですが水が枯れてました。すごいです。いや見事ですね。見事な紅葉です。マダラオ高原ホテルに到着しました。設営完了しました、私はドッペルギャンガーのワンタッチバイクインテント、それから隣の M さんは、ドッペルのワンタッチライダーズワンタッチですね。それからドッペルのタープを履いています。しんちゃんは相変わらずドッペルのトリコロールカラーのタープと、それから小川のでこれを貼るときには皆様のご協力が得ないと一人ではダメだから小川のテントですね。
しんちゃん、これどうしたんでしょう。みんな曲げちゃってる。みんな曲げちゃいました。しんちゃん、力ありすぎじゃないの。力ありすぎですかね。ああ、ここであの、あれでしょう、ペグも曲げちゃったでしょ。あのペグも曲げちゃいました。あら、いやいや、みんな曲がってんじゃん。白い力だ。ロゴスのタープとコールマンのこれなんだっけ、ツーリングドームだっけ。そう、ツーリングドームテント。そうだね、うん、こっち狭いだよね。あ、そう。まあ一人だからいいんだけどな、うん、ブルーシートがかかっているところは水場です。今日は2サイトを借りました。木の下のサイトです。裏林ですね。前景はこういった感じです。ちょっと逆光ですみません。お昼はニューギア。進化してるんじゃない？今回のキャンプにニューギア持参です。全然歯立たねえじゃん。マーベリックのマンカップかな？箱を切り箱を開けるとこんな感じで、チタンのマンカップですが、他の人のあれ名前言ってたの、誰々さんですか、違うな。品名男カップ松クラフトアルマジロ株。お値段は、いやちょっとお値段はビビっちゃった、8,000円。このあのチタン臭さが何とも言えねえでしょ、これ。それ買ったんですか。そう。マフラーのやつ？マフラーのほら、あのマフラーの会社でしょ。ビール飲むとちょうどいいだ。ビール、うん、そうだね、ビール飲んでもいいけど、ちょっと小さいよね。まあ。一口ずつ飲むのがいいだろ。まあ普通あれじゃないのこれ。飾りなんでしょうね。どうなんですかね。なんでわざわざ曲がってんだ。お、買ってきた、買ってこう。気をつけた方がいい。
方わからんよね。何でもありそうだね。行動使用禁止って意味わかんねえな。なんだなんだろうね。 この裏側にさ、うん、行動使用禁止って書いてあるんだよ。車に乗ってるとこあれの時に飲んじゃいけない。そこになりがない。わからん。道路走ってる。制作元はクラフトアルマジロ株式会社、三重県鈴鹿市ですね。それでは皆さん、あの夜の宴会になります。新潟から参加のしんちゃん、 GS の富士さん、M木さん、松兄、なんか変な、なんか違和感ありますか？なんか、いやいやいや、山の中へ入るとわからない感じの清掃でございます、清掃でもうあれ見つかんないね、あの前が倒れてるそのまんまあの飛び込んじゃうから市街地名産ほで、今ご飯炊いてます。この中おでんです。それから先ほど差し入れで、もつが届きましたし、松兄が、焼肉肉を、肉肉酒酒酒酒肉林ということで、いや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 、さてどこで焼くかだな。伝染しないようにね。糖尿クラブの予定だった。俺予備軍ですね。糖尿だよ、おっかさんだよ。マツヤがあるよ。え、これ黒瀬マツ黒瀬あ、黒瀬スパイスあるよ。あるから、これあるある。タレあるよ。ある皆さんにやるから。黒瀬持ってきたよ。黒瀬かけるの。黒瀬ちょっとかけてみる。黒瀬なんてか食べてみる。持ってた。あ、持ってたよ。早くね、もう焼けちゃうよ。タレなの。いや、あのね
スパイス塩コショウか、この間なんか聞いたな。早くしないと味ついてる。えラうまっ。うまいな、久々だな、肉食なんとか、はい、うん、聞いてろこれスパイスね。なんか癖になる味だからいいねよね。意外にあっさりする、うん、ご飯いいかな、もう見つけた、肉食いなかったね。肉なんて怖いなんだよ。そういう思いにもなんなかったの、ね、俺せいでさ、村中親父漁師やってたからさ、あいや、ね、時期はほう、ウサギだとかジジだとか、ヤマザルだとか、そういうものしか肉って食った記憶がないんだよね。だから初めて食った時、牛肉なんか乳臭かったもんね、うん、ほんで上田に出た時だけは、ばあさんが食堂に入るもんで、カツ丼食ったんだ。カツ丼ね、そんなもんでカツ丼だけ食えたって。うるぞだね。完全に燃え尽きた。あ、すげえね。え？またね。朝早いもんでさ。本当、うちにいてもこれぐらい目覚めちゃったんじゃない？午前半頃ってさ。目覚め。
他のコールマンかなんかのやつでね、代用して、ね、代用してできるんだよね。コールマン最大のやつ。でもまだ現役でいるんだからな、大将に。上越から参加の、しんちゃんが